上越市立水族博物館は、新潟県上越市ご地にある上越市営の水族館である。期限は1934年に遡るが、2018年6月に海語りという愛称でリニューアルオープンした。上越市の直越地区中心部にほど近い日本海沿岸に位置する。当館の期限は1934年の市立水族館会館に遡る。 1953年に博物館となり、1954年に市営に移管された。2018年に海語りの名の下でリニューアルオープンした現在は約300種4万5千0 0点の水生生物を飼育している。館内のマゼランペンギンミュージアムマゼランペンギンでは世界最多の飼育数の約120羽が暮らしており、 来館者による餌やり体験のサービスも実施されている。また、日本で5冠目となる白イルカも展示され、通年で半導イルカによるパフォーマンスも開催されている。2015年4月1日に指定管理者制度を導入し、横浜、八景島シーパラダイスを運営する株式会社横浜八景島が指定管理者となり、同社による体制に移行した後、 2018年6月26日に6代目となる新施設がオープンした。旧施設は1980年に竣工したもので、老朽化が著しく、必要に応じて改修、修繕しながら、供用を継続していた。上越市では2006年に新水族博物館整備検討委員会を発足させて、改築を検討したものの、翌2007年に、 当時の財政見直しから整備を見合わせることとなり、計画は一旦凍結された。なお同年発生した新潟県中越沖地震では、大水槽、マリンジャンボが破損する被害があり、修復工事が行われた。しかし、旧施設は耐震基準を充足していない上に大規模な改修も行われておらず、2015年春には、北陸新幹線の開通を控え、 集客効果を考慮する必要から2011年11月から再度検討作業を開始し、計画を進めることとなった。現在の水族館は6代目にあたり、初代から一貫して直越地区に所在していた。海語りでは、グランドオープン直後に、バンドウイルカ、サシャが休止して以降、アルク、シロイルカ、リーヤ、ソウリャとオープンから2年余りで搬入したクジラ類6頭の、 うち四頭が死亡し、白イルカについては全滅という事態となった。各個体の死亡時期と死亡原因は以下の通りである。並びは死亡時期の順。上越市はこれを受けて、専門家による第三者検証委員会の設置を決定。検証は飼育、建築、水質の三つの観点から行うとし、それぞれの専門家から合わせて5名を選出し、組織された。 会合は2020年8月7日、11月29日、2021年1月23日の3回行われ、2月10日に報告書が公表された。報告書では、ストレスによって各個体にそれぞれ内在していた要因が顕在化し、死に至ったと結論された。飼育の面では、飼育員による各個体の取り扱いや個体間の関係は、 死とは関係ないとされた。横浜と上越の気候の差に加えて、水温を一定に保っていたことによって季節に対する体づくりが不十分であったり、低気温や高気温の影響が相対的に大きくなる状況で、寒暖差の大きい上越の気候にさらされたことがストレスになったとしている。また、 八景島から上越への移送時に一時的に救治を止める餌止めが行われたことも各個体に悪影響を及ぼした可能性が指摘された。また最後に死亡したソーリアについては同居していたリーヤの死亡もストレス要因として考えられるとした。プールの大きさは海外各国の基準と比較して狭いものの各個体の行動からストレスを与えたとは言えないと判断された。 ただし、搬入後に各個体の腎臓の数値が一斉に悪化した時期があり、餌となる魚に含まれる成分の管理などに課題が残るとした。また、搬入後の血液検査による白血玉数の変動は慢性的なストレスの可能性を示唆するものであったが、計測環境の際などから見過ごした点について他の方法を用いて値の補正を試みるべきだったとした。 建築の面では、最大の特徴である野外に開放したプールの構造が気候の影響を拡大した可能性が指摘された。プールは海に向かって開けているため、冬の強風が直接吹き込み個体に悪影響を及ぼしたと考えられた。また開放された天井からの日光や降雪の影響もあるとされた。さらに、プールに隣接して設置されている浄水、 循環装置の振動が特にクジラ類のコミュニケーションに用いられるとされる高周波領域で強く水中に伝播していることが確認されその影響を受けた可能性も指摘している。水質の面では飼育水質が死亡原因に影響したとは考えられないとした。以上の点から検証委員会は死に対して上越の気候に沿った 施設の改修や健康管理の強化を提言しており、市はそれに応じた即時の対策を実施し、また新年度予算による施設改修を検討している。ありがとうございます。